クリスマスは、はい、イエス・キリストの誕生をお祝いする日です、はい、いろんな国の人が神の御子イエス・キリストの誕生を祝うんですけども、はい、そのお祝いの起源は今から2000年ほど前に遡ります、はい、で分かったことは、はい、クリスマスプレゼントのルーツが分かったんです、はい、その記事がバイブルに書いてありました、はい、バイブルによりますと東方の博士たちが星を研究していたところ大昔から言い伝えられていた偉大な王様が誕生する時に現れる星が突如現れたそうなんです、はい、それで博士たちはその星を頼りに生まれたであろう偉大な王様を拝みに旅を始めたんですね、はい、もう今から2000年も前ですから車もないし電車もありません、はい、ですから長旅でした、はい、まあ、それでも古から伝わる星を頼りに旅をして旅をして旅をしてとうとうその星が示す、まあ、男の子のもとにたどり着きました、はい、その男の子の名前がイエスなんですね、はい、東方の博士たちはイエスキリストの誕生を祝うために遠く異国の地から拝みに来たんです、はい、そして贈り物を捧げたんですね、はい、まあ、こんな風にプレゼントを携えて旅をしてきたことがきっかけでクリスマスにはプレゼントを贈るという習慣が始まったと言われています、はい、東方の博士が持参した贈り物知ってます、はい、はい、知ってます。どうぞ。黄金乳香持つ薬ですね。そうです、はい、黄金はゴールドですよね、はい、高価なの分かります？はい、そうですね、どんどん今上がってますからね。そう、はい、1g2000 円の時もあったんですけども、はい、金は今世界が不安定なのに価値がどんどん上がっていて去年は 1g7000 円だったんですね、はい、今年はもう1万円越しましたね。はい、1年前に金持っていたらなと思うんですけども、はい、まあ、でも他の乳香とかね、はい、持つ薬とかっていうのも、はい、実はどれも高価なプレゼントでした。高いですね、はい、はい、まあ、そう考えるとねクリスマスにプレゼントを選ぶときに相手が喜ぶものを贈りたいなと思うんです、はい、宮古さんはクリスマスプレゼントまだ考えてないですか？あ、ね、なんか iPad とか Apple Watch とか、ね、何がいいかな。 iPhone かな、 iPhone かな、新しいやつかな。いや、いいんじゃないですかそれは。今あるし、あるし、ね、まあ、ハイテクな、ね、はい、割高なプレゼントもありますけども、はい、アクセサリーとか化粧品服とかいろんなプレゼントがあると思います。そうですね、まあ、これが欲しいっていうのを先にね、はい、宣言しておくパターンもありかもしれませんね、はい、まあ、それならほら絶対プレゼントとして外れないでしょう、ね、欲しいもんですから。そうですね、うん、あと問題は予算ですよね。そうですねいくらまでこちらもいいかっていう、まあ、予算と相談ですよねはい、まあ、最近はプレゼントの金額を紙に書いて選んでもらうっていうアイデアもあると思いますね。紙に3000と5000、1万円みたいに書いておいてでどれか1万円引いてもらって予算をねそこで決めるっていう、まあ、ちょっとリスクの高いそういう選択もあるかと思いますね、はい、まあ、その範囲でクリスマスプレゼントするというのも現代的な発想かなと思いますプレゼント選びは難しいので最近私はですね、はい、欲しいものは自由に選んでもらってもう買ってもらうと自分で用意してもらうというのがいいのかなと思いますけども、はい、ちょっと寂しいかなそれではね。サプライズ感がないですけども、まあ、でも本当の意味では私がよく考えて相手が喜ぶものを選べたら言うことなしのパーフェクトなんじゃないのかなと思います、はい、今年のクリスマスプレゼントあなたは何をチョイスされたのでしょうか素敵なクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。